生きがいって呼べるものをつけてないです。ああ、そうですね、あの法文坂っていう大学に坂があるんですけど、1回生の時はハーハーで住んでるんですけど、最近はヒューヒュー言うようになりました。もう衰えを感じてます。大学生になってすごいいい友達がいっぱいできたことです。やっぱり浴衣デートですかね、祭りに行くことです。デートは、ありきたりですけどイルミネーションに行くことです。